二人ともなんでついてくるんだよ。いや、まあ、ほら、儚げね。詩的な表現だよな。どんな人でしょうね。やっぱ隅に置けねえな、この子の。なんか勘違いしてるようだけど。神木さん、こんにちは。いや、あれ、確かに儚げなっていうか、今にも倒れてしまいそうだけど、男性だよね。なんだよ、普通儚げって言ったら女だろ。どうかした？あ、いいんです、ほっといて。そう、なんだかいい匂いだね。それはたこ焼き？当たり。ソースの香ばしいいい匂いだ。さすがの僕も食欲が出てくるね。食欲ないんですか？いつものことだよ。でも今朝は頑張ってリンゴを一個食べたんだ。あまり自慢できる量じゃないけど。お腹空かない？普段はあまり気にならないんだ。でもこの匂いを嗅いだらお腹が空いてる気がしてきた。たこ焼き食べます？いいのかい？じゃあ少しいただこうかな。食べる気になった時に食べておかないと、何も食べないで一日過ごしちゃったりするから。あ、それは良くないですよ。どうぞ。ちょっと冷めてきちゃったけど。本当にいい匂いだ。夜店の匂いだね。僕はしばらくお祭りなんて行ってないけど。この神社でも夏にお祭りしてたのに。母が許してくれないんだ。人が多いところは危ないって。たこ焼きも久しぶりだ。いただきます。俺も俺も、もう腹ペコなんだよ。いただきまーす。僕も。おいしい。大丈夫？大丈夫。ちょっとむせただけだよ。青のりが。ああ、びっくりした。おいしいね。もう一つもらってもいいかな？いくつでも。ありがとう。よかった、食欲出てきたみたいですね。世界にはたくさんおいしいものがあるんだから、どんどん食べないともったいないですよ。もったいないか。そんな風に言われたのは初めてだよ。みんな僕に食事を勧めるときは、体に悪いから無理しても食べろって言うんだ。もう気を使ってもしょうがない体なのにね。そんなの関係ないですよ。食べないと体にも心にも良くない。君は不思議な子だね。彼と同じく僕をかわいそうの枠に入れていないみたいだ。君と彼とどことなく雰囲気が似ているけど、君の方がより近い気がする。近いって神木さんに？僕というか、僕のそばに常に寄り添っているものかな。なんだろう。いや、いいんだ。僕がそう思っただけだから。やっぱり美味しい。また平気っすか？ごめんよ、驚かせて。さて、空が暗くなってきた。日が沈む前に戻らないと。たこ焼きありがとう。何かお礼がしたいんだけど。 あいにく何も。いや、そうだ、本を買ったら来年の手帳をくれたんだ。あげるよ。使わないんですか？書き込む予定もないからね。はい。ん？何か挟まってる。ああ、しおりだよ。夏にその滑り台の下あたりに落ちてたんだ。落とし主に会えるかと思って、ここに来るときはいつも持ってきてたんだ。なんか高そうな細かい細工が。銀かな？
いや、プラチナじゃない？すっげえ。神木さんがもらっちゃえば？いや、僕はもう持ち物を増やさないことにしたんだ。そう。君が持っていてくれないかな？もしも落とし主に会えたら返してあげて。わかりました、うん、じゃあ行くよ。久しぶりに大人数で話して楽しかった。また会えるといいな。え、またお話ししましょう。うん、それじゃあさよなら。なんかすげえな、いらねって思った土偶がプラチナって。もう少し続けたら車ぐらいもらえんじゃねえの。まさか。それにしても君は交友関係が広いね。本当だよ。どこでどうやって知り合うんだ。まあいろいろ、お坊さん、社長さん、おじいさん、小さなレディーと儚げな人。今日は君のおかげでたくさんの人と出会えて楽しかったよ。俺としてはもう少し年頃の女の子が入ってるとなお良かったんだけどな。改めて世の中にはいろんな人がいるんだなって思ったよ。あ？いや、当たり前のことなんだけど、たまにそれにすっごく感動することがあってさ。例えばほら、こうやって街の明かりを見たりしてさ、あのたくさんの窓の一つ一つに人がいるんだよなって。まあな。じゃないと電気ついてないよな。仕事してるのか、勉強してるのか、もう晩ご飯食べてるのか、一人なのか二人なのか、家族でいるのか、子供なのかお年寄りなのか、窓の数だけ違う暮らしがあるんだ。それが世界規模になったらどう？もう想像絶するよね。何に感動してるんだかよくわかんねえよ。僕もなんだかわかんなくなってきた。さっき食べ物の話したけどさ、人も同じじゃない？世の中には素敵な人がたくさんいるんだから、どんどん知り合わないともったいない。そういうことかな。ああ、なるほどな。だからお前は片っ端から女の子に声かけてんのか。それはちょっと別の理由もありますけども。やらしいな。ねえ、君はどう思う？交友関係の広さはやっぱり今みたいな理由？何が？何がって、ひょっとして話聞いてなかった？もうひどいな、もう。そういうやつだよ、そいつは。あ、なあ、たこ焼きの残り俺食っちゃうぞ。こんなことじゃ絶対足りねえ。すぐ腹減る。古本屋のおじいさんがくれた菓子パンがあるだろ。おお、うん、やっぱぺちゃんこだ。中身出てんじゃん。その色はチョコクリームかな。僕のはイチゴっぽい匂いがする。リーダーのはなんか緑色のが。メロンか抹茶か。イチゴが良ければ変えようか。